会社、東京ガス株式会社、株式会社大林組、田島建設株式会社、清水建設株式会社、大成建設株式会社、株式会社東京国際フォーラム、戸田建設株式会社、三菱電機株式会社、株式会社竹中工務店、株式会社サンケイビル、丸の内熱供給株式会社、有楽町丸井、三菱 UMJ 信託銀行株式会社、その他以上協力といたしまして株式会社ジャパンスタイルにもご参加いただいています。また千代田区観光協会、一般社団法人日本経済団体連合会、旧都県市首脳会議環境問題対策委員会、日本放送のご講演をいただいております。今年も大丸牛エリアにいらっしゃる企業団体を中心に34社の方々にご参加をいただいております。また打ち水後の6時頃からはステージ向かって正面の行幸通り、東京の門を中心にして東京丸の内盆踊り2016が昨年に引き続き開催されます。東京音頭の元歌として知られる丸の内音頭を千代田区民謡連盟の方々を中心とする総勢100人の浴衣姿の踊り手が披露するほか、一般の方々もその場で踊りの輪に加わって夏の風物詩である盆踊りをお楽しみいただけます。また丸の内エリアの人気飲食店が屋台やキッチンカーでお祭りならではの屋台メニューを販売し、お祭り気分をさらに盛り上げます。打ち水プロジェクトの後にはぜひ東京丸の内盆踊り2016の会場までご移動ください。最後になりますが、本日は特集プレス、また事務局のオフィシャルカメラ